さあ、いよいよ始まります。じゃあ青海さん、いろいろ解説していってもらっていいですか。はい、はい、そうですね。まず中心ドラゴンがいますけど、周りにザコモンスターがいますよね。まず小川沢さんはこう周りのザコをこう今倒しているところですね。はいはい。今大きい寿司とか骸骨剣士とか、あともドラキーもいますね。スライム、ドラケーでおなじみのモンスター、ね、おなじみのモンスターたちが、はい、今真空切りでこう今一掃した形ですね。いやこうやってねゾロゾロ出てきて動いてくれるのは嬉しいですね、やはりね。ですね。しかもドラゴンっていう、まあ、ドラクエストの一作目から登場している皆さんおなじみのモンスターがこうやってリアルに動いてると相当もう感動的な形になってるんじゃないかなと。もう一番最初のこういう雑魚キャラを倒すのっていうのは比較的簡単に連打ぐらいでできるんですか。そうですね、この辺の雑魚は比較的簡単に倒せるような形になってますね。アクションゲームが苦手な方でも、うんうん、ポチポチ押していただければ結構サクサク進めるぐらいな形になってます。まあ、気づけばだいぶ減りましたね、はい、でドラゴンはですね、これ尻尾と顔が今弱点になってるんで、ここを集中的に倒すとポイントですね。尻尾と顔が弱点になっているということですね、はい。先ほど小笠原さんちょっとジャンプして回ってましたよね、なんかね、はい、回ることもできるんですね、回って切るみたいな。そうですね、こうやってジャンプ攻撃の後にジャンプ中にこういうチャージ攻撃もかけることができる、はいはい、ね。まあ、これはあくまでも一部ですけど、倒した、え、もう倒したの。え、早くないですか。いや、倒しました、拍手お願いします。会場の皆さん拍手お願いします。びっくりびっくり、ドラゴンを倒したぞと。早っ、みんなコメントもびっくりしてる。ところがって感じですね。ここからですね。なんすかなんすかこれ。モンスターが次々と湧いてきていますね。ちょっと青海さん、すごいよ。なんだかこういうことだ、やはりゴーレムもね。うわー、奥の方にも皆さん見えますか。わんさかただいまやってまいりました。ちょっと今カメラでは映ってなかったりしますけど、はいはい、遠くの方からモンスター軍が次々とこう押し寄せてきてるんですね。さあ、どんどんこちらモンスターに囲まれまくっている状況でございます。あ、もうドラキーとか骸骨剣士軍団がもうだんだんと近づいてきましたね。近づいてきてますね。今回これ今真空切りですね。はいはい、これだと、ま、魔法もねいろいろ使えるということですよね。まあ、ドラクエでおなじみの必殺技だったり、はいはい、あと、ま、呪文ですよね。その辺ももちろん入ってます。今デインの唱えましたね。いやー、気づけばあすごい状況になってきた。ドラキーと骸骨剣士がもう中入ってきちゃいましたね。 MP がもう足りないみたいですね。この辺り PS4 だからこその表現にはなってますね。本当にここまでの数をきれいに処理してくれるっていうのはたまらないですね。さあ、東京ゲームショー、ここから気持ちよくいいところを見せてくれるんでしょうかね。いやー、しかしすごい絵面です。敵が多すぎって、もう360増えすぎって、トリコ含まれてますね。お、ここでテンションが、これはどうなったんですか、どういうことですか。左下にテンションゲージってあるんですけど、これ 100% になると、はいはい、スーパーハイテンション状態になって、スーパーハイテンション状態でございます。今動きが速いですよね、こう攻撃とかも。スーパーハイテンションになると、まあ、チリッチリの動きになるってことですか。そうですね、今紫色のオーラに包まれてスピードも速くなったり、スーパーハイテンション状態になっております。いや、そろそろちょっととどめ、なんかいいですね、ここでやばそうなんで、とどめいっちゃっていいでしょうか。ここらでいっちゃいますか。もういっちゃいますか、皆さん、はい、さあ、それではご注目ください。いきますよ、いきますよ。さあ、どうなる。はい、来ました、拍手お願いします。どうなんですか、これ。あんだけいたのが最後ギガスラッシュで、ギガスラッシュで一掃しちゃいましたね。いやいやいや、これだったんですね。改めて大きな拍手お願いします。